キョラウミ工房に来ました。ここはカフェみたいな感じなんですけれども、黒糖を自家製で作っています。その黒糖でいろんなスイーツやお料理を出してくれるところなんです。では中に行きましょう。初めて飲んでみます。じゃあ飲んでみます。ちょっと香りします。すごい爽やかな甘さ、すごく甘いんですけどフルーツみたいな甘さ、すごい美味しいです。ジュースを煮詰めて、そしてそれを乾かして出来上がった黒糖です。全く何も混ざってません。純サトウキビの黒糖、食べてみます。出来たてなのでまだあったかいです。甘さが優しくて、でも食べた後すごい濃厚な黒糖の香りを感じます。すごい体に良さそう。すっごく美味しそうなものが私の目の前にあります。このパン自体に黒糖もまぶしてあって、そしてこのパンはこのお店で作っているお塩と黒糖が使われてます。そこに黒糖シロップがかかっている、そんなフレンチトーストです。早速お味を試してみたいと思います。じゃあいただきます。すごいサクサクしてて全然甘ったるくないです。黒糖のいい甘さが、おいしい。黒糖シロップがまたいいフレーバーをつけてくれてます。じゃあ次はこのグラニータをいただきます。イタリアのデザート、シャーベットよりももうちょっとつぶつぶが残っている、そんなドリンクなんだそうです。じゃあ試してみますね。これ、スモモ味、ちょっと酸味があってでも甘さもあって、つぶつぶが入ってるのでスモモをすごく感じます。すごく美味しい。